あ、こんばんは。外国の方ですよね。あ、はい。坂本と言います。よろしくお願いします。あ、私はエドです。よろしくお願いします。エドさんはどちらからですか？フィリピンです。でも、今は日本に住んでます。そうですか。日光は旅行ですか？はい。一泊です。今日はどこに行きましたか？今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。僕も今日中禅寺湖に行ってきましたよ。すごく綺麗でした。そうですか。楽しみです。おいしいものは何か食べましたか？はい、そばを食べました。湯葉も食べてみたいです。ああ、日光の名物ですからね。あと温泉に入りたいんですけど、どこで入ったらいいですか？温泉ですか。中禅寺湖のホテルに日帰りでお風呂に入れるところがあると思いますよ。ちょっと調べてみましょうか。はい、ぜひお願いします。あ、こんばんは。こちらは渡辺さん。この会社では一番長いです。何でも知ってるから、会社のいろいろなことは渡辺さんに聞いてください。渡辺です。私でよかったらいつでも聞いてください。こちらは
あ、こんばんは。外国の方ですよね。あ、はい。坂本と言います。よろしくお願いします。あ、私はエドです。よろしくお願いします。エドさんはどちらからですか？フィリピンです。でも、今は日本に住んでます。そうですか。日光は旅行ですか？はい、一泊です。今日はどこに行きましたか？今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。僕も今日、中禅寺湖に行ってきましたよ。すごく綺麗でした。そうですか。楽しみです。美味しいものは何か食べましたか？はい、蕎麦を食べました。湯葉も食べてみたいです。ああ、日光の名物ですからね。あと、温泉に入りたいんですけど、どこで入ったらいいですか？温泉ですか。中禅寺湖のホテルに日帰りでお風呂に入れるところがあると思いますよ。ちょっと調べてみましょうか。はい、ぜひお願いします。こちらは林さん。林さんは中国出身で、去年からここで働いてます。日本の生活のこととかいろいろ聞くといいです。林と書いて林です。よろしく。お客様にご案内いたします。浦和駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、上野東京ライン、湘南新宿ラインは全線で運転を見合わせています。大宮方面へお越しのお客様は埼京線をご利用ください。すみません、埼玉新都心に行きたいんですけど、京浜東北線動かないんですか？ええ、申し訳ありません。埼玉新都心なら埼京線の北与野駅から歩けますよ。すみません、何線ですか？埼京線です。8番線から乗ってください。8番線ですね。はい、埼京線で北与野駅まで行ってください。すみません、駅の名前もう一度お願いします。北与野です。北与野ですね。そこから歩くんですね。はい、ご迷惑をおかけします。あの、出身は？フィリピンです。フィリピンのどこですか？セブです。有名な観光地です。知ってますか？ああ、セブ島？海が綺麗なところですね。はい、観光客が大勢来ます。日本のお客さんも多いですよ。日本からどのぐらいかかりますか？飛行機で5時間ぐらいです。ぜひ一度行ってみてください。ご乗車ありがとうございました。あと3分ほどで岡山です。お出口は左側22番線に着きます。乗り換えのご案内をいたします。新幹線、各駅に停まりますこだま729号、博多行き7時50分、着きました。同じホーム向かい側21番線中ほどへお越しください。山陽線倉敷方面福山行き7時57分、2番線、瀬戸方面相生行き8時9分、3番線瀬戸大橋線快速
マリンライナー9号高松行き7時55分8番線小玉行き8時9分8番線特急潮風3号松山行き8時32分6番線特急南風3号。ニャンさんはベトナムのホーチミン出身ですよね。はい。ホーチミンはどんなところですか？ベトナムの南にあるとても大きい町です。首都ですか？いえ、首都ではないけどとても賑やかです。安くて美味しいレストランがたくさんあります。とてもいいところです。へえ、一度行ってみたいですね。ボルドーさん、出身は？モンゴルのウランバートルです。ああ、モンゴル。じゃあ写真でよく見る白くて丸いテントに住んでるの？違います。ウランバートルは首都だから都会ですよ。高いビルも多いです。へえ、そうなんだ。